ございます。私は日本保守党、日本保守党の飯山あかりと申します。私たち日本保守党は新しい政党です。皆さんの多くは日本保守党なんて聞いたことない、なんだこれやと思われているでしょう。それもわけはありません。私たちは去年の秋にできたばかりの新しい政党だからです。ではなぜ私たちは新しい政党を作ったかというと、今の政治があまりにもめちゃくちゃだからです。皆さんも実はそう思ってらっしゃるんじゃないでしょうか。自民党の政治がこれ与党ですから、今日本の政治を取り行っているのは主に自民党の政治家です。しかし彼らがやっていることは何でしょうか。毎日新聞をニュースを引き出しているのは自民党の政治家のお金の問題です。自民党の政治家はパーティーをたくさんやって、パーティーで得た資金を自分の裏金にして、それをどうやって使っているかも明らかにしません。いや、私たちはこれが悪いお金だって知りませんでした。違法性があるって知りませんでしたとかごまかしつつ、でもちゃんと政治的な目的に使ったから雑収入じゃないもんねというふうに言って、税金を納めようともしません。この人たちは一体何のために政治家をやっているんでしょうか。私の目には、少なくとも私の目には、自民党の政治家が自分のお金のために政治をやっているようにしか見えません。こういう人たちが日本の政治をやっているから、日本はめちゃくちゃになってしまったんです。今もこうして日々暮らしている私たちの社会を自民党は破壊しようとしています。気づかないうちにどんどん破壊しているんです。皆さん、今日は雨が降っています。雨が降るとですよ、家庭の主婦が一番困るのは洗濯物です。雨が降ると外に干せないんですよ。そうするとね、みんな家の中で干すと、でも部屋で干すと変な匂いするからなっていうふうになるわけですよ。できれば乾燥機をかけたい。しかしながら皆さんよくご存知でしょう、乾燥機を使うとこれ結構電気代がかかるんですね。そうすると、いやでも乾燥機かけたいけど電気代かかるからどうしようかなっていうふうに思うんです。これが一般庶民の感覚です。しかしながらですよ、こうやって、いや電気代こそでも節約しなきゃいけないから、だからやっぱ部屋干しにしようかなというふうに、そういうことを悩んでいるのもバカバカしくなるほどおかしな電気代の上昇が来月から始まります。それは何かというと、再エネ賦課金といういかがわしい怪しげなお金が電気代に乗っかってくることになるんですね。これ例えば今私の家にかかっている再エネ賦課金、これだいたい1月に650円ぐらいです。私家に帰ってですよ、ちゃんと自分の電気代をよくよく確認したら、再エネ賦課金がだいたい毎月650円ぐらいかかっていました。皆さんもお家に帰ったら自分の家の電気代よく見てください。実は皆さんも500円とか600円とかいう再エネ賦課金払ってるんですよ。皆さんのうちのお父さんお母さんの1回のランチ分ぐらいの、ランチタイムぐらいの、ね、お金を私たちそういう再エネ賦課金とかに払っている。しかもこれが来月からさらに840円ぐらい値上がりするんですよ。そうなってくると私たち再エネ賦課金だけで1ヶ月に1500円払ってるんですね。これ電気代節約するのバカバカしくなってきますよね。一体何のために私たちは乾燥機をかけてもやめてね、あるいはね、エアコンをつけるのもね、なかなかね、ちょっとエアコンばかりつけっぱなしでちょっと電気代かかるから、ちょっと寒いけどちょっと暑いけど我慢しよう、こうやって我慢して電気代を節約して家計をやりくりしている、そういう私たちを欺くかのように、自民党政権は私たちの家計、一つの家計につき1500円も新たに再エネ賦課金を払えと言ってくるんですよ。じゃあね、このいかがわしい怪しい再エネ賦課金何かっていうと、
これ、日本で再生可能エネルギーを普及させるために、国民が負担しなきゃいけないお金だって言うんですよ。じゃあなんで再生可能エネルギーってのね、さあ私たち広めなきゃいけないのとなってくると、これ、じゃあ本当にね、自民党は言うんですよ。再エネをね、普及させることが国益だと。でもどこが国益なんですか？だって再生可能エネルギーってぶっちゃけ太陽光発電ですよね。太陽光発電するためにはソーラーパネルが必要なんですよ。ソーラーパネルを日本の山を切り開いて木をねどんどん切り崩し切り倒して、これまで牧草地だったところを全部グレーのパネルで埋め尽くして、これがねどこが国益なんですか？このね、緑豊かな自然、これ自体が国益じゃないですか。山を切り崩し、牧草地を全部グレーに変えて、そこに全部パネルを、太陽光パネルを敷き詰める。これどう考えても国益の既存ですよ。しかもね、そこに貼り付けてるソーラーパネル、ほとんど全部中国から来てるんですよ。ソーラーパネルを買えば買うほど、儲かるのは中国です。しかもですよ、それに一回敷き詰めたパネル、この後どうなるんですか？山を切り崩してそこに、ね、パネルを貼っても、皆さんもね、一軒家にお住まいの方よくご存知でしょう。そこからはね、草が生えてくるんですよ、こうね。そしたらね、太陽光パネルの、ね、端っこからどん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 草が生えていくんですよ。それどうするんですか？あんなにね、何十万枚もね、山にね、太陽光パネル貼り付けて、そこら辺から草がボーボー生えてきたら、それどうするんですか？でも太陽光パネル、数年経ったら使えなくなるんですよ。廃棄しなきゃいけないんですよ。あれ何十万枚も山に敷き詰めて、あれどうやって廃棄するか。実は太陽光パネルをね、どうやって廃棄するかって方法がね、よく分かってないんですよ。どうするんですか？それ。どうやって処分するんですか？使えなくなった太陽光パネル。そこに敷きっぱなしになるんですか？無料の消耗ですよ。こういうね、おかしな日本の自然を、文化を、社会を破壊するようなね、こういうね、方策を進めておいて、いや、太陽光パネルは、いや、再生可能エネルギーは、日本の国益になるんですという、そういう応答をついているのが、自民党の再エネ議連ですよ。再エネ議連って何ですかね？再生可能エネルギーを普及させるための議員の配慮ですよ。これね、どうやら自民党の議員というのは衆参合わせて400人くらいいるんですが、そのうちの100人くらいは少なくともこの再エネ議連に入ってるんですよ。じゃあね、なんでその再エネ議連の人たちは再エネを普及させようとしてるのか、そこがポイントですよ。これもね、実は簡単なんです。実は再エネ議連の人たちっていうのは中国からお金をもらってるんですよ。どういう形で？これが例のパーティー券ですよ。自民党のパーティー券問題で大騒ぎですよね。実は自民党議員のパーティー券、あれ外国人も買うことができるんです。特に今の首相岸田さんがずっとトップを務めていた候補者岸田派ですよね。あの岸田派のパーティー券は中国人がたくさん買っていることで知られているんですよ。そうしたらもう話は簡単ですね。岸田派の自民党の政治家のパーティー券を中国人が買うと。だから自民党は、宏池会は、岸田政権は、中国人や中国の企業や中国を利するための政策をどんどん打つんですよ。その一つが再生可能エネルギーの普及なんですよ。非常に簡単な話なんです。しかしそれをですよ、彼らは、いや、再エネというのはどんどん国益にかなうんだと言ってどんどん推進している。そして再エネをどんどん普及するためにお金がかかるわけですよ。このお金をね、国民に負担させているんですよ。このお金がこれから毎月1500円かかっていく。1年トータルすると2万円近くなるわけですよ。これね、はっきり言って税金です。増税です。私たちね、電気使わないで生活することができないんですよ。その電気を使う私たち一人一人の一つ一つの家庭に年2万円増税するって考えてみてください。これが岸田政権の進めている我々の国益に放った再生可能エネルギーの普及政策なんですよ。これ全部嘘ですよ。こうやってね、岸田政権はいろいろ何
ランスつけて、いやこれはあなたたちのために、国益のためにする嘘をついて実際に進めているのは増税なんですよ。見てるきね、あのネット上でね、岸田さんのことをあれは増税メガネだと、あいつ増税ばっかしてると、メガネの奥で何か書いてた、増税ばっかしてんじゃないかということをね、揶揄されました。しかしあれは揶揄じゃない、本当に岸田政権が進めているのは実は増税っていうことが非常に多い。その一つが再生可能エネルギーです。しかもですよ、再生可能エネルギーにね、太陽光パネルを貼り付ける必要があるからといって山を切り崩しておきながら、私たちこの春からまた新しい税金を払わなきゃいけない、その名も森林環境税ですよ。いや、あんた再エネに進めるからね、山を切り開いてね、ソーラーパネル付けるからやっといて、山どんどん切っといて、その上で国民に対してね、いや森林を守らなきゃいけないからお前ら森林税をよこせと、これも1000円ですよ。増税者全員に1000円、意味わかんないですよね。どっちかにしてくれよと、山を守るのか切り開くのか、自然を守るのか自然を破壊するのか、どっちかにしろと、せめてね、こうやって相矛盾する政策を打って最後にかかってくるのは全部税金なんですよ。私たちの税金なんですよ。私たちだからね、どん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 税金を取って、そういった相矛盾した政策をどんどん進めていく、これが自民党政権です。他にもありますよ、岸田政権のね、喫緊の課題というのはこれ少子化ですよ。少子化対策しなきゃいけない、少子化対策をしなければ日本が滅ぶと、こうやって多くのことを言ってるんですよ。でね、少子化対策、異次元の少子化対策をしなきゃいけないっていう。でね、そのためにはね、また金が必要だっていうんですよ。少子化対策をね、するために金が必要だから、だからあんたらが払えてるわけです。意味がわかんないですよね。これから子供をね、育てていかなきゃいけない、すでにお子さんを持って、うちもそうですよ、子育て中ですよ。子育て支援をすると言いながら、子育てをしている家庭からも全部税金を取り上げると、子育て支援のためです。全く意味がわかんないですね。なんで子育て支援をするんだったら、今子育てでお金が必要の家からも税金を取るんですかと、逆でしょと、税金をね、下げてくださいと。子育て支援、子育てしてる家庭だけじゃなくてね、私たち国民のね、全員から税金を下げていけば、私たちに使えるお金が増えるんですよ。そうすればね、子育てだってしやすくなるし、今ね、若い人たち給料が上がらないんですよ。30年間日本の給料上がってないと、こうやって給料が上がってない若い人たちも、税金が減れば使えるお金が増えるんですよ。使えるお金が増えるようになれば、未来に希望が持てるようになるんですよ。多分ね、これからもっと働いていけば、きっと自分のね、あそこら辺に立っている、豊洲とかに立ってるね、あのかっこいい高層マンション、自分だって長く20年働けば、あの豊洲のかっこいい高層マンションを買えるかもしれないっていう、そういう希望を持てるようになればですよ、もっと結婚する人増えるんですよ、子供を作る人も増えるんですよ。こうやって少子化対策すべきだと私は思うんですね。ところが、岸田政権は違う。少子化対策をしなきゃいけないから増税だって言うんですよ。でね、増税で私たち一人一人がお金を取り上げて、それを岸田政権が子育てしてる家庭にですよ、分け与える。全部徴収しといて、上からそれをね、子育てしてるうちに、ね、分け与えるっていう。なんかこの偉そうな態度。あんたらそんな偉そうなこと言ってるけど、あんたらが持ってるそのお金、そのね、あんたらがばらまいてるそのお金、私たちのお金ですからって話なんですよ。私はこういうのが本当に許せない。なんだか政治家って偉そうなんですか。この間ね、演歌歌手のね、吉井久蔵さんが、YouTube でね、こんな告白をしてましたよ。なんかね、飛行機に乗ってね、ものすごいね、支援されたって、大勢で、飛行機が遅れたって、でかい声で文句つけてるね、変な奴がいると。それ、誰だか分かったの。自民党のね、長谷川学っていうね、大事だと告発してます。これ何なんですか。どういうことなんですか。なんでね、国会議員ってこんな偉そうなんですか。私は本当に意味わかんない。だって国会議員ってね、人いたから票をもらってね、あなたたち私たちの代表で、ね、国を良くしてください、社会を良くしてくださいって言って、どうやって国会にお金を取られる人なんじゃないですか。この人はなんで一般の人に対して飛行機に乗って偉そうに振り返って支援者に飛行機を遅れたくて文句つけたか、しかもでかい声で、なんでこんなに偉そうなのか、私は本当に意味がわかんない。
代表ですよ。あ、大学の先生です。なんであんたがこんなに偉そうなのかと。大学の先生、私も大学の教員ですよ。私知ってますよ。大学の教員っていうのはね、大体がね、家がね、すごくね、金持ちなんですよ。家が金持ちじゃないと学問なんてできないんですよ。そういうね、家が金持ちで勉強だけしてきて、たたき出たことない、怒られたこともない、何も言われたことない、そういう人たちが大学というところに残って、人々をね、普通の人たちをね、お前らバカだって見下しているんですよ。ですからあんなに偉そうなんですよ。私ね、そういうね、世の中に、ね、偉そうとして、普通に書いてる人たち、全員ね、とてつもなくそういう人たちに向かっていきます。そういう人たちが日本の社会を支配してコントロールする。そして私たちの社会をめちゃくちゃな方向にね、突き進ませると。日本をね、社会的にも破壊するようなね、そういう政策を打って、日本をボロボロにしていくと。私たち日本保守党は、そういう、今ね、権限を持ってて、地位を持ってて、そういうね、人たちが日本社会をね、めちゃくちゃに破壊するのをどうしても見ていられないと。そういう気持ちに立ち上がった。そういう政党が私たち日本保守党です。ですから皆さん、今のこの自民党政権のこの偉そうなね、偉そうで、日本をね、破壊していく、こういった自民党の政権のね、こういった政策、これ許せない。何やったら裏金作ってね、変なパーティーとかやってね、なんかハリスのことしてね、喜んでたと。あんたらね、男がね、男を裸にして、それを紐で縛ってね、無事にただいて喜ぶとかね、何やってんですと。やりたければ自分の金でやりなさいって、そういう話ですよ。こういうふうに雑多なことやってるね、自民党にね、私たちのね、政治、私たちの国、社会、こんなに委ねるわけにいかないですよね、と思われている方、ぜひ、私たち、日本保守党を応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、夜中、大きな音で、失礼をいたします。日本保守党の所属議員でありますが、今日はこの、江東区で、活動を続けている飯山あたり支部長の応援にお邪魔させていただいております。先ほど日本保守党の飯山あたり支部長から増税が続くというような話がありました。新年度が始まる1週間後からですね、国民健康保険料、そうしたものも実は上がるんです。そしてこの上がり幅というのは戦後最大、つまり史上最大の上げ幅で、1割も保険料が上がるという予定でありまして、私の地元の荒川区もそうです。江東区も同じ制度でやっていますので、それぐらいずっと上がってしまうという状況です。その一方で、じゃあこうした国民という名前のついている健康保険の制度ですが、実は3ヶ月を超える滞在資格を持つ外国人が全て入る仕組みになっています。3ヶ月というと本当に短いですね。で、江東区ではそうした住民が住民登録をしている中の 7% が既にそうした外国人であります。じゃあ保険料払ってるんだから同じようにサービス受けるんだから受けるならいいじゃないという人もいるかもしれません。しかし日本国民と外国人はもう位置づけが明確に違うんです。日本人は、まあ、外国に行ったり戻ったりする方もいますけど、おおむねやっぱり日本と祖国と運命を共にする、生まれてから高齢になってそして亡くなるまでその中で制度を相当整合性が作るように作ってある、そういうものです。しかし外国の人は3ヶ月と1年と2年で帰ってしまったり、そういう違いがあります。そしてそういう違いがあるからこそ、私の地元の荒川区で担当の課長にしつこくしつこく言って時間がかかって出てきたデータがあります。それは国籍別の国民健康保険の滞納割合のデータです。日本人、ミャンマー人、中国人等々ですね、そうした国籍別に出してもらいました。おそらく荒川区と新宿区ぐらいしかそうしたものは港区か出していないと思います。全国的にも極めてレアなケースだと思います。それを見ると日本人の滞納している世帯というのは 14% 一方でウズベキスタンという国から来た人がいるんですが、そうした人たちの世帯では 77% が滞納している。ネパールでは 60% 以上、ミャンマーやベトナムでも5割を超える、これだけ滞納の割合が違う。そして滞納していても実は国民健康保険というのは
最大2年間フルサービス、ほとんどのサービスが受けれます。3割の負担で医療を受けるということができる。出産育児一時金とかはですね、差し引いて滞納した分は差し控えますけど、窓口で医療を受ける分にはフルサービスが受けられる。1円も払わなくても最大2年間そうしたことができる。日本人でも外国人でも。そして外国の人は2年間経って母国に帰ってしまうと、その払わなくても保険料というのは回収することはほぼ 100% 不可能になります。そしてそういう事例が多数起きている。これは医療費においても同じようなことが起きています。緊急立て替え払いでやったけど、もう母国に逃げ返した。やっぱりこういうふうにですね、当て付けが、位置付けが違うのに同じ制度の中に入れて、そして日本人と外国人を同じようにやっているということを、健康保険の制度でもそうです。いろんな給付金、物価高騰対策の給付金で10万円出すとか、子供がいたら名前また出すとかですね、そういうのがここ数年コロナ対策がいっぱいありました。それ全部同じように3ヶ月の超える滞在資格を持つ外国人にはみんな支給対象になります。でも今までこう税金を長年払っているというわけでもないのに、もっとして2、3年いるときにそういう給付をもんもん受けられるというような状況にもなっている。これはやはりもう制度として是正をしなきゃいけないというふうに思っています。冒頭申し上げたような国民健康保険料もどんどん上がるというのは一つの材料として、滞納していてもどん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 国外に戻ってしまえば、もう保険料すら払わなくてもいい。そしてそうした人たちの穴埋めを税金と日本人の保険料でしているというようなことがあります。私の地元の荒川区でも国民健康保険入っているの2割が外国の人です。そういう状況の中で母国に帰ったらもう払わない、1円も払わなくても医療の3割負担での受けられるという、そういう旨味だけは得られるというようなことになっています。こういうようなことを日本をしているというのは、例えば健康保険については日本人と外国人はもう別立てにするということを重点政策の中にしっかりと盛り込んでいます。安易な、そして野放図な移民政策も是正をするということをはっきり申し上げている、数少ない唯一の一致でいいと思います。国政に近い政治集団としてそうしたことを掲げています。どうか皆様、日頃感じているこうしたことについて違和感を感じている方が確実に増えているというふうに私は感じているわけですが、そうした日本人とか日本というものを中心にした政治を取り戻すために、この日本を非常に力を発していただきたい。そしてこの江東区の場におきまして先頭に立って戦っているのがこちらの飯山あかり支部長であります。中東政策、中東の様々な研究、イスラム文化、思想、そうしたものの研究や発表において、そうした世界の中で少数派であっても日本に対してその実態をしっかりと伝えていくということを長年続けてきた数少ない研究者だというふうに思っています。そうした経歴を持つ飯山あかり支部長だからこそ、周りがもう自民党から共産党までもう全部同じように LGBT 推進だったんですね。そうしたようなおかしな風潮の中でも、いやこれは違うんだと、正していかなきゃいけないんだということを正面から申し立てをし、そしてその問題提起を広げていくことができる人物だというふうに私は強く確信をしており、江東区の皆様には飯山あかり支部長をぜひ知っていただき、 X、旧 Twitter でそうしたところや YouTube などで長年発信してきたそうした問題提起をぜひ見ていただいた上で、誰が国政に臨むにあたり一番責任であるか、そうしたことも考えていただけるありがたいなというふうに思っております。私たちはこの掲げた青いところに掲げた日本を豊かに強くということをテーマに立ち上がりました。日本保守党で
に日本のために日本を仕事した政治のために戦ってまいります。どうぞ皆様のご指導ご支援のほどお願い申し上げまして、私からのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。